遥か未来、銀河の辺境、惑星テラツー。そこは女のいない男ばかりの星だった。テラツー歴300年、人類はクローン培養によって子孫を増やし、6つの都市国家を形成していた。その一つ、ジャポネスの少年オタロはなぜか感情を持ったマリオネット、ライムとチェリーを目覚めさせた。惑星テラツーとマリオネットの秘密が今明らかになろうとしている。ジャポネスにパンターと互角に戦うマリオネットが2体か。ただのセーバーではなさそうだ。それを見に行くというのも一興だな。ファースト様自らですか？お待ちください、偵察なら我々が。この私に意見する気か？申し訳ありません。まあいい、準備しろ。はタオル、だいぶなまっているようだ。稽古というものは一日休めば取り戻すのに3日かかる。日々のたゆまぬ鍛錬が実を結ぶのだ。さあ来い。やめなさい。私にはマリオネットを殴る権利。ね。先生、オビッチ先生。こいつ。違うってことどうしたんだよ。よーし、今度は僕も稽古するぞ。なんで僕がこんな目に。うわーちょっくぅうわーちょっこいつめこいつめこんにゃろー。うわーっおたるくん、君のマリオネットは何なんだよ。自意識回路がぶっ壊れてるんじゃないの？失礼ね、壊れてなんかいませんわ。止め、うん、鬼魔バンド、あのセーバーだね。マミヤ・オタル殿、上様がお呼びです。お、俺？ライムとチェリーも一緒にとの仰せです。オタル殿をお連れしました。おお、ご苦労だったな。すごい。ねえねえ、これ見てもいい？これこれ、勝手なことするでない。ははは、構わぬ構わぬ。
あの将軍様、俺に何か？おお、そうじゃったな。まあ立ち話もなんじゃ、茶でも飲みながら話そう。はあ、はい、行くよ。あれだから、おい、やめてこら。あの二人とはうまくやっておるぞ。え、はあ、お茶でございます。ありがとう。失礼いたします。あの二人を見てどう思う？え、ライムとチェリーじゃよ。他のマリオネットとは違うと思わんか？おい、うまく言えねえんですけど、そのライムもチェリーもまるで人間みてっていうか、ほとんど人間と変わらねえっていうか。あの二人はな、特殊なマリオネットなんじゃ。特殊な？それを話すにはまずこの星テラ2の歴史を知っておらねばならん。おたる、お前寺子屋には真面目に通っておったか？真面目って言われっと、そのいや、まあ、そのでは簡単に話してやろう。22世紀に入った地球では増加した人口対策として宇宙開拓を建前に外宇宙への移民計画を打ち出したんじゃ。その移民船の一つメソポタミア号がこの惑星テラ2にたどり着いたのが今から300年前のことじゃ。しかし生き残ったのはたった6人、しかも全員男じゃった。つまり俺たち6人でこの星を開拓していかなきゃならないということだ。たった6人で何ができるっていうんだ？しかも全員男だぜ。子孫は残せねえんだ。要するに僕たちの代で終わりってことですね。ならば我々自身がクローンで増えればいい。男だけでは子供を作ることはできん。このままでは滅亡じゃ。そこで6人はやむなく遺伝子操作とクローン技術で子孫を増やすことにした。それから300年経った今、6つの都市に住む者はそれぞれ初代の6人の子孫ということじゃな。ところがお前も知っての通り、この星の6つの都市には男だけしかおらん。なぜならいかなる遺伝子操作でも女性は作れなかったからじゃ。そこで初代の6人は人間の女性の姿をかたどったアンドロイドを作った。それがマリオネットじゃ。それで、あのライムたちはどうして特殊なんすか？まあそう急ぐな。おたる、お前は他のマリオネットがあの二人のように笑ったり怒ったり悲しんだりするのを見たことがあるか？ないじゃろ。マリオネットは所詮機械じゃ。心を持っておらぬからな。でもそれじゃライムやチェリーは？それは乙女回路のせいじゃよ。乙女回路？簡単に言うと感情を生み出し制御する回路のことじゃ。今はもう失われてしまった技術じゃ。え？ライム、チェリー。はーい。何おじいちゃん。お前さんたち、オタルのことが好きか？大好き。オタルは僕のオタルだもん。冗談じゃありませんわ。オタル様は私の大切なお方です。いいいいいいわかったじゃろ、オタル。お前は選ばれたのじゃ。乙女回路を持つその二人にな。選ばれたって、そいつは言って。上様！上様！一大事でございまする！何事じゃ？それが！前日はパンターが失礼したようだな。そこのマリオネットが礼儀を知らなかった理由が分かったわよ。主人がこれではのう。
ファーストよ、畳の上には土足で上がるものではないぞ。ヘテルブルグも土足で踏みにじるつもりか。貴様の行動がテラツー全土にどれほどの不安を与えているか考えぬのか。今すぐペテルブルグを包囲している兵を引け。相変わらずだ、イエガス。あいつがガルドラントの総統ファウストか。陰険な面してやがるぜ。あいつこの間オタルをいじめたやつだ、ボスか。このパンターと互角に戦ったマリオネットがいるそうだな。その2体のマリオネット、乙女回路を持ってるんだな。こいつらと同じように、この3人にも乙女回路が。その2体のマリオネットに挨拶させてもらえないか。挨拶か。挨拶も抜きに殴りかかるのがお主の流儀だと思っておったがな。ファースト、なぜ戦いを好む？なぜ戦乱を巻き起こそうとするのじゃ？6人の中で誰が最も優秀か。ん？戦いは人類が進化し、最も優秀なものを決める通過儀礼だ。この星の人間は初代の6人のコピーに過ぎない。どうせコピーなら優秀なもののコピーの方がよかろう。低俗な人格に生きている価値などないんだ。くだらんの。何？ファースト、この星の人間たちは初代から離れ、すでに別の人格、性格を持った存在にまで成長しておる。知能の高さ、記憶力の良さ、それだけが人間の優劣を決めるものではない。この世界にはお前など想像もつかぬような素晴らしい能力を持った者も生まれておるのじゃ。それこそくだらんたわごとだ。コピーは所詮コピーに過ぎん。マリオネットを人間として扱うことのできる、そういう意識を持った者もいるんじゃぞ。おたる様、爆発物反応です。何？間違いありません。あのファーストはダミーのアンドロイドです。体の中から爆発物反応が。将軍様、そいつ体の中に爆弾隠してやがるぜ。なんと！家康覚悟！将軍様！私と同じバトルフィールドセンサーを備えてるの。計算能力も悪くなさそうで。あなたもね。ライム、チェリー。オタル、上様、喋ってはなりませぬ。そうじゃ、二王像のスイッチを押すのじゃ。え？急げ、三人目が。おいが、上様！気を失われただけです。やれやれ。オタル殿、上様の言う通りに。あ、上様を治療室へ運べ。手間かけさせやがって。おっと、意識を分散させることは命取りになるわよ。どこだ、どこにあるんで。これか。はぁ、なんだこの振動は。
何かと思えば、なんだあれは。戦闘能力値測定不能。なんだって。そんなことがあるわけがない。なんだこのパワーは。まったく無粋な奴らだね。私は気が短いんだ。さっさとやられちまいな。ティエル、パンタ、一度体勢を立て直すのよ。待ち上がれ。いない。上か。何なんだあのセイバーは。どうする、ルクス。戦闘値は未知数だけど、エネルギーが無限というのはありえない。3対1なら、あるいは。逃がさねえぜ、こいつ。まだデータが足りないわ。ここはひとまず退くべきよ。仕方ない。おらおらおら、逃がさねえっつってんだろうが。逃げ足の速い奴らだ。ふっ、オタル、大丈夫ですか。オタル様、お尻痛くありませんか。ああ、なんともねえよ。あんたが私を目覚めさせてくれたんだね。え、あ、私はブラッドベリー。あんたは。お、俺はオタル。マミはオタルで。そうか、オタルか。今日からよろしく頼むよ、オタル。え、何って挨拶さ。初対面でそんな挨拶がありますか。普通あるだろ。ほっぺにチュー。これでも段階踏んでんだぜ。段階行ったってね。僕もオタルにチューする。ライム、離せ。何くんがチューするんだ。はい、お子様の出る幕じゃないんだよ。なんですって。なんだい。一人だけずるい。乙女カエルを持ったマリオネットが3人。これからどうなるんだ。申し訳ありません。直ちに作戦を立て直し、ジャポネス。放っておけ。あは？ジャポネスなど取りに行ったらん。いつでもひねり潰せる。それよりも先にやることがあるだろう。わかりました。さがり。あっ。コマが揃ったか、家康。ペスカ。着せずして。いえ、思惑通りということですが。何のことだ。私はペテルブルク侵攻を最優先に考えたまで。それよりも例のものが。ご心配なく、間もなく成果をお見せできると思います。